です。今回ですね知らないと損する太陽光発電のリパワーリングなぜ海外では重要視されるのかという話題なんですけどもここ最近ですねちょっと面白いニュースがあんまりなくてちょっとこれもね取り上げるのどうしようかなと思ったぐらいのニュースなんですけども、まあ、でもですね、まあ、実際にこれはね家庭用の太陽光発電を持っている方でもですね非常に重要な 話じゃなないかなと思うんですけども要するに今の太陽光発電の性能ですね、これについてどの程度把握してますかというところです。どの程度発電して、どの程度劣化していってるのかとか、そこら辺の部分をですねしっかりとモニタリングしてで、えー、改善できる動向はないのかというところなんですよね。まあ、これにに関して言えばどちらかとというとメガソーーラの方に 行きがちなな内容なんですけどもやっぱりねこういう考え方っていうのはですねいろんな部分に応用ができるよっていう話をねちょっと入れながらやっていこうかなと思いますはい、えー、ちょっと本文読んできますね太陽光発電所のリパワリングとは2017年4月に改正フィット法が施行され発電所の O&M オペレーションメンテナンスが必須になったことから O&M に馴染みがある人が多い にはなじみががある人が多いだろう一方で太陽光発電所の「リパワリング」という言葉を聞いたことがある方は日本ではまだ少ないのではないだろうか。OM とは基本的にはその発電所がきちんと稼働できるよう管理していくことだがリパワーリングはテクニカルデューデリゼンス TDD によってこの、ね、言葉はあのその後も出てきますのでテクニカルデューデリゼンスという言葉はちょっと覚えておいてください。 によって、えー、発電所の品質をチェックし、本来期待される発電量を下回っていると判断された場合に、発電能力をなるべく100%に近づける工事のことである。このね、テクニカルデューデリジェンスというのは何なのかということですけれども、このデューデリジェンスっていう部分ですよね。 なんかで考えていただくとすごく分かりやすいかなとは思うんですけどもね、一般的にはまあ不動産投資もちょっと分かりにくい部分あるかもしれませんけれども、例えば、月に5万円で貸している部屋があったとしますよね。で、そこに住んでる方が一人暮らしでいたとします。で、5年間、あ、6年間だな、6年間借りたところで、 えー、そこの資産価値というのがこう出てくるんですけども例えば土地の資産価値もそうですし周辺のですね賃貸事情っていうのも変わってきますしその建物ですね、まあ、5年6年分古くなるわけですしあとその方が住んでいる中でいろいろ中が汚れてきたりとか機器がねあの使えなくなってたりする部分が出てきたりしますよね。それを適正な家賃 に戻すのかそれともどこまで戻して家賃をきちんと取れるまた5万円ね取れるようにするのかっていうのがデデューデリジェンスとということなんですねだからもっと前の家賃をしっかりとねあのいただくっていう上では市場価値っていうのはこれかなり落ちていますしあの6年分でねやっぱりあの建物の劣化とか中の例えば壁紙ですとかね床板とかあるいはそうですね給湯器 とかですね、そこら辺の部分あるいは中のデザインなんかもね、結構今関係してきてますよね台所がもしある場合だとしたらその台所のデザインっていうのがこう古かったりとかあと床板がねなんか古いデザインだったりとかそれをそのまま人に貸そうとしたって当然お客さんがつきにくいですし前と同じような5万で貸せるような部屋じゃないよっていう形で不動産会社さんから言われたりするんですよねまあそういったところですでこれを太陽光に え変換すするとっていう話なんですねだからまあ太陽光の場合は売電という形でえその発電所の持っているパネルですね太陽光パネルがまあきちんと稼働してですねえ計算上の100%の発電を行ってくれるのかどうかというところにかかってくることです。 ちょっと説明がね、飛んじゃったんであの、不動産の話、いや、ちょっとイメージできないよっていう方であれば、まあ、無視していただいてほしいんですけども、ちょっと TDD についてですねあの、またちょっと詳しく話していきますね。TDD とは、投資対効果、資産価値、保険料率の算出といった事業評価の根拠として、発電所自体の品質や性能を調査、評価する手続きのことである。ドイツを含む欧州では、 ほとんどの場合、銀行や投資家、オーナーの依頼による TDD 検査が実施されている。TDD を実施しないまま発電所が稼働してしまうと、初期段階における発電所の状態がわからないため、知らないうちに利益を損ねる可能性が生まれるからだということですね。投資家がもうやっぱりいろんな種類の方がいるということで、まあ、欧州なんかはですね、より一般的に太陽光発電、 に投資をするるとといいいいうう方たちががろんなプレイヤーがいるということですねこうした TDD 実施後に収益改善の見込みがあると判断された場合はリパーリング工事を行うケースもあるリパーリング工事は太陽電池モジュールやケーブルパワーコンディションなどの発電所を構成する機器の入れ替え工事などもはせて実施されることがほとんどであるということですね要するに機器をもリニューアルしてですね、えー 当,時まあ、当初ですね、見られる100%の,その発電効率を上げるためにやる工事だということですよね。ドイツで起こった発電所不良の原因とは、ドイツでは2007年ごろ、フィット価格が高く多くの発電太陽光発電所が建設された。やっぱり早いですよね、えー、日本の場合2012年からですから、まあ、フィット価格が、ね、この頃やっぱりドイツでも高かったそうですね。 しかし、オーナーとなる投資家や銀行は特にモジュール検査などを行っておらず、これに今の日本と同じですね。その後、たくさんの不具合が発見された。これを受けて以降は、モジュールの受け入れ検査、全数またはサンプル検査をするようになったという歴史がある。現在、ドイツのみならず、欧州の投資家や銀行は、太平洋高発電所に投資を行う際に、モジュールの受け入れ検査を必須としているケースがほとんどである。 モジュールも最初にこのモジュールがきちんと発電できるのかどうかという検査ですよね。受け入れ検査というのは。死ぬの時点で一部のモジュールには欠陥が存在し、それが発電量に大きな影響を与える可能性があるということを経験的に知っているからだということなんですね。ただ発電量の低下が起こる要因は、モジュール自体の不具合だけでなく、設計や施工に。 すするるものなど、で1つに特定することが難しい。日本ではモジュールを輸入した際施工前にモジュール受け入れ検査をせず完成後の竣工検査も実施してないケースがほとんどだそのためいざ発電量の低下が発見されたとしてもどこに問題の所在があるのかを特定することが非常に困難な状況といえるだろうということでよりですねこの太陽光発電に関しての細かい検査 の部分がまだ日本はすごい甘い甘よということなんですね。これは今改正フィット法がこう施行されてですね2012年前後に作られた太陽光のその発電所に関してですねまだ作られてないというのがですねすごく多いんですよでこれはですね投資家の皆さんが実は建設費を計算して 回収ですね、その設備を、まあ、例えば地面を鳴らすとかあの木を切るとかです、ね、いろんなこう作業が始めるまでにあるんですけどもそういったところをですね、べて計算した上で投資効果というのがなかなか得られにくいということですよねこれは40円という、まあ、今はですね、もう21円ぐらいに下がっちゃったんですけども今から作ろうとするとですね、よほど投資効果がないとなかなか難しい。 効率がね、効立効率が良くないと難しいっていう部分があるんですけどもあの、当時はですね、それでもかなり良かった部分でも、なかなか作られてないということがあって、その改正フィート法が施行されて、もう何数か月とか何年以内にですね、その設備を作らないと、その値段ですね、40円から下げちゃうよっていう法律ができたということであるんですよね。なかなか分かりにくいですよね。 うん、だからいや、とりあえずですね、この場所を抑えちゃって、ここで太陽光発電するよって言っても、全然事業者があのやってないというのがですね問題だということで、これが作られたというところが背景としてあるわけですね。でも、あのもっと事業主としてしっかりと今後のですね発電事業を行っていく上では、 もうやっぱりこのデューデリジェンスですね、TDD、テクニカルデューデリジェンスをもっとしっかりやっていかないと、あの日々日々の,その発電がですねうまくいかないよというところですね。これはパネルの受け入れ検査からやらないと、そこでどこでミスが起きているのかっていうのがわからないと。モジュール検査もそうだし、例えば、えー、ここではですね、他にもいろいろありましたよね、検査する部分っていうのは。 太陽電池やモジュールやケーブル、パワーコンディショナーですよね。まあ、太陽光発電というのは、割とシンプルな設備ではあるんですけども、設備ではあるんですけども、そのメガソーラーであるとですね、太陽光パネルだけでも相当な枚数を仕入れるわけですよね。で、その一枚一枚をあの設置していく前から検査するのか、それと後で検査するのかっていう部分では、 手間が全然違いますよねあのやっぱり設置した後からまた外して入れ替えるってなるとそれだけでもお金かかっちゃいますしね分かりますよねそれはねあのやる前からやきちんと検査をしてじゃあそこでもう入れ替えましょうっていうこと、まあ、工場出荷時とかですね多分運んでくる時に結構太陽光パネルの 線線っってていいううのがすすすごく細かかかたたりりしししででねね断線したりとかするんじゃないでしょうか、ね、だからそこの部分で断線があったりすると見つけてないとですね設置した後に発見したってなるともう最初から太陽光発電してないわけですよね理想的なその発電量っていうのが得られないうちに設置しちゃってるわけですから,からそういったところまでしっかりやろうよということですねあとケーブルケーブルとかパワーコンディショナーっていうのはこれオーディオやってる人だったらすぐ分かると思うんですけど どれだけこのケーブルっていうのはですねしっかりしたもの,あの電動率がいいものにするかどうかで音がすごい変わったりするらしいんですよねでこれ太陽光でももちろんそうであの太陽光発電パネルで,です、ね、きちっと発電したのにその電力をですねきちんとしてケーブルでパワーコンディショナーに送ってあげないと電力は伝わらないですよねでパワーコンディショナーっていうのはこの直流光電を交流光 交流にしたりとか逆流の場合もあるんですけどもどこにあの送電線を送るかによって違うんですけどもねじゃあそういったことの性能ですよねそこもきちっとできているのかっていうところでこれは太陽光発電に限ったことではないと思いますので今後いろいろな発電所でこのデューデリジェンスっていうのは行われてくると思うんですけども やっぱりまだまだですね、設置すれば OK というふうな感じの太陽光発電所が多いんじゃないかなと思いますやっぱりその検査というのはそれだけ手間もあの人もお金もかかりますしどうしたってですね、避けたいことではあるんですけどもやっぱり後々はですね、あの車の車検みたいな感じで検査項目とかそういったものが細かく出てきてノウハウもいろいろ溜まってくるんだというところだと思いますよね。 もうドイツではです、ねあのー、ここ最初の,です、ねえー、このパワーコンディショナーじゃなくてモジュールの受け入れ検査をしていないとだめなんだという方に経験的に知っているからだということですからやっぱりこの経験値が上がってこないとなかなか難しいと思うんですけどせっかくです、ね、こういうい欧州で始める前からです、ね、こういった検査が必要だというところが分かりきってきていますのでこれを習って日本もです、ね、あのやっていけばいいと思います。 でその後の検査とかっていうのもあの今はですねドローンですとかそのロボットによってそのパネルの検査をしていくっていうところがこう出てきてますのでそっちの検査はまあ人的な部分っていうのはだいぶね変わってくるかな人件費的な部分っていうのはだいぶ変わってくるかなと思いますけどもパネルの受け入れもですねまあロボット化するっていうのはどうかわからないですけどもねそういったところのコストというのはあの広,が広がれば広がるほど だんだんだん安くなってくるんじゃないかなと思いますし最近ですねあの銀行さんがですねこの太陽光パネルに投資をしようという投資家に対してお金を貸す場合に日本製じゃないとですねあのお金貸さないよっていう確かねどっかの動画で言った話があったんですけどもそれをこの受け入れ検査をしたかどうかで 投資化するかどうかで投資判断をするっていう風に多分変わってくるんじゃないでしょうかね要するに海外製の方が太陽光パネルっていうのはかなり安いっていうのは間違いないんですよだけれども輸入してくる際にですねやっぱりその,パーあの太陽光パネルのモジュールが傷ついたりとか斬線してたりしてちゃんとパフォーマンスが発揮できないっていうことも当然ありますよねでやっぱりその 輸入した太陽光パネルであの太陽光発電をしたいという方もいるでしょうけれどもそこの、ね、メンテナンスあるいはそのパネルをモジュール検査を設置する前にできるのかどうかあるいはそのダメなパネルをどうやって修理して使うのかとか新し,い新しいモジュールを、ね、あの交換してくれるのかとかですね、そこら辺の検査の問題というところもしっかりと今後、ね、行われてくるんじゃないかなと思いますし。 そういった検査がしっかり行われた太陽光発電所というのはもちろん資産価値があるのであの不動産会社不動産と同じですよねきちっとメンテナンスされたアパートとか家っていうのはやっぱり古くても高く売れたりするんですよねそれと全く同じだと思いますこれは事業として考える上では当たり前のことではあるんですけどもだん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 そこら辺の部分がですねちょっと今まであんまり分からなかったところが 透明化が進んでですね、いろんな検査のやり方ですとかどこの部分を検査していけばいいのかとかどこの時点でここを検査していけばいいのかっていうのがだんだん分かりやすくなってきているので、まあ、今後はですねよりそういったものの透明化あの検査がしっかりできているかというところあるいはそういう検査する期間というのがだんだん出てくるんじゃないかなと思われますね。はい。 まあ日本はちょっとね、まだこういったところの検査が少し遅れてるんだよっていうところありますけども、ああ欧州に習ってですね、初めからしっかりとした太陽光発電所を経営するっていうのが、やっぱり当たり前になってくるのかなと思います。はい、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。これでちょっと第2弾、第3弾もうちょっとやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。